それぞれのシネマは2007年制作、公開、フランスほか24の国と地域による合作のオムニバス映画である。世界中の映画監督による映画館をテーマにした3分間の短編映画で構成されている。1946年に始まったカンヌ国際映画祭の60回記念として制作された。本作は 36人の監督による34本の短編映画からなるが34本全部での上映。放映とならないことが多々ある。内話制作国。上映順。2007年5月20日に第60回間で国際映画祭上映された後、各映画祭で上映され、フランスでは同年10月31日に公開された。日本では同年十一月十七日に、 第8回東京フィルメックスのオープニング作品として上映され、2008年5月15日に洋画シネフィル今時間にて放映された後、2008年5月17日から5月30日まで2週間限定でユナイテッドシネマとよすぎて公開された。この作品は36人の監督による34本の短編映画からなっている。しかし、 第60回カンヌ国際映画祭では33本で上映された。これはデビット・リンチ監督作アブサダの完成が間に合わなかったため、同年の東京フィルメックスでもデビット・リンチ監督作を含まない33本で上映された。2008年5月の洋画シネフィルイマジカでは33本で放映された。これは公演兄弟監督作ワールドシネマが 権利問題で放映できなかったため、2008年5月のユナイテッドシネマ豊洲では32本で公開された。これは、公演兄弟監督作とマイケル・チミの監督作、翻訳不要が含まれなかったため、2008年7月に発売の日本版 DVD では33本が収録されている。これは、公演兄弟監督作が収録されなかったため、 ヨーガシネフィルイマジカーアーカイブド2008年6月5日、アットザウェーバックマシン、放送予定作品紹介。ありがとうございます。